全国トップクラスの合計特殊出生率を誇る奈義町は、大阪大学と子育て研究の連携協定を結びました。町の母親たちへのアンケートを通して出生率向上の鍵を見つけようとの試みです。奈義町と大阪大学の連携協定は5月末に結ばれ、今日関係者による報告会が行われました。大阪大学では妊娠から生後2年までの1000日間、母親に定期的なアンケートを行い、データを子育て支援に活用しています。今回奈義町の高い出生率に着目し、連携協定の締結に至ったということです。奈義町に住んでいる方っていうのの安心感っていうのがどこから来ているのかっていうところをきっちり見させていただくっていうことで、それが他のその自治体でも活用できるんじゃないか。町ぐるみで手厚い子育て支援を行っている奈義町研究チームでは、母親が感じる安心感が高い出生率につながっていると考えていて、細かな分析が都市部などの出生率向上につながるのではと期待を寄せています。締結を機にさらに一歩でも前に進めれたらありがたいなというふうに思っています。奈義町では8月末からおよそ150人の母親を対象にアンケート調査が始まるということです。